始めました。役モデルワイドレーンってすごいゴツゴツだもんね。ゴツゴツだもんね。やっぱでかいな役モデル。いや役モデルクソでかいよ。危ねえ危な危な。大物やられてるしやばい。あマジかマジでマジかよ。いやでもうめえもん。ストーリーうまい。うまいね。普通にうまいな。足の運びが事故ったな今。あダンクそこつけたのか。ダンクがそこつけてミスるのはちょっとあれだな。うわーいやしかもうわーこれここはひっくり返されるなーって。エスミにはなんで外消えてったんだろう。やばいなそれは、うん、やっぱ今の見る感じでもやっぱりブライトンの優先順位って中なんだよね、うん、そうね。あそこやっぱレイオフというか、まあ、ダンクもやっぱ中つけたい人だもんね、うん、そりゃ三笘にボール来ないわけだわ、うん、そうだね、うん、もう本当にはっきり何かやらかしてないと。そう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 よっ急にもうギャグやんギャグやん。エスミやそっち系なの。いやギャグやんもう。えだとしたらさ、エスミやもっとミドル打てるうちに行った方がいいよね。こんなのあるんだったらさ後ろディフェンスやってる場合じゃないもんね。えこのために内側に入れてたん。えぐやっぱおもれえなブライトン。いやゴラッソすぎるじゃんゴラッソすぎるってえぐ。いやえぐ急にドッキリやん。立ち上がり誰よりもゲーム入れてなかったね。スピアン誰よりもあたふたしてたやつがこのいい時間でやばい同点弾。なんなん何すごいね。さっきからあ前からねなおさら役目モデルと入れ替えて1個前にしたいよね。あれあるんだったら。え今さん320円スパチャありがとうございます。ブライトンバラエティ代表にゃん。いやそうだよいやすげえな。 SB にゃん SB はマジストライカーじゃん。確かにフォワードでいいよ本当に。前いた方がいいよ。あの一振り左足振り回しといた方がいいんじゃないの。確かにもうとりあえず前向いたら打っといていいよね。あれただもっと打てる位置にいた方がいいよね。そうだね。あれだったらねビルドアップでもたついてるのもったいない。いやそう本当そうマジもったいない。後ろでもたついてんのもったいないよね。高い位置で暴れさせた方がいいよ。さっきのオーバーラップのクロスも良かったじゃん。エスティピアン前線で暴れさせた方がいい。暴れさせた方がいいよ。もう前線でもう暴れてこいってもうね。でゼレビえ野口子さん320円スパチャです。ありがとうございます。え賃貸なのにバカデカボイスで来たって叫んでしまいました。隣の人ごめん。いやこれは出るよこれは出るよ。ゴラッソだもん。いやゴラッソすぎる。いやしかもいい時間だしね。あ本当に本当そうだよ。よく追いついたよ。でも3バックの左でもたついてる場合じゃないよ。いやもたついてる場合じゃマジで高い位置で暴れよ。三笘いないんだから。マリオさん500円スパチャでございます。にゃん楽しんでいただけたから。いや本当だね。相当おもろかった。立ち上がり見てるともう振りに見えちゃうもんね。押すなよ押すなよだもん。確かにねダチョウ倶楽部だもん。確かに押すなよ戦法だよこれ。本当に壮大な振りしたな。えだってエステピニャンさエクアドルでさ左ウィングっつってなかったっけ。あ左ウィング。えエステピニャンってウィングじゃなかった自分の国で。しかも7番で。あそう7番だ。ほら左ウィングだってよエクアドルで。いや多分ねそうだよね。ビルドアップちょっと危ねえもんね。危ないもんね。あウィングだよ。いやエステピニャンウィングだよ。そうだよね。いやそのプレイヤーがさ3バックの左ってそりゃ危ないよそりゃ危ないって。しかもエステピニャンのさ、うん、何するか分かんない感じさ、前線の方が怖いよね。いや怖い怖い。確かに後ろにいた方が逆にこっちが怖いもん、ね、そうあのドキドキ感、ね、本当にハテナボックス自陣で開けちゃうもんエステピニャン。サンドウィッチ A さん320円スポチャありがとうございます。ストークサポええー、いやいやねいや本当よ。いや本当だよこっちがええってなっちゃうもんね。いやじゃあ役モデルと絶対逆の方がいいよ。そうね。いや絶対そうでしょ。役モデル多分下の方がさ絶対やりやすい。やりやすい全然やりやすいあの感じね。しかも結構俯瞰できてるじゃん。だ付けどころも多分いいと思うから絶対逆の方がいいの。カクカクさん200円スパチャありがとうございます。もはや嬉しさより笑いが来ちゃった。いやあれはすごいね。いやエスミちゃん決めるとまず笑いが起きるんよ。あそのゴラッソなのがいいんだよね。そう毎回ゴラッソなのが。ゴラッソなんだよ。いやそうなんよ。もっとシュート打たせたいな。笑っちゃうんだよね。エスピニャンの左ウィング何するか分かんないレロイ・サネみたいな感じだよ。その左利きでさ結構サイズもあってさ外側にボールを置いて推進力がある。でも何するか分かんない。そう何するか分かんない混乱してるレロイ・サネのマジで自分で自分攻撃する可能性もある。やぶなレロイ・サネは安定感。確かにね自分で攻撃しないからね絶対。右ウィングもできるし。確かにもういけるもういける。ああああああ置いてかれた。15。なんか点入ってる、点入ってる。点入ってるの？見せてよ。点入ってる。点入ってるって。ねえ。俺がタイム設定してたら。時間見てたら。俺も時間見てたわ今。点入ってたよ。しかよ。点入ってるわ。しかもダンクじゃん。何したの？あ、叩き込んだ。おお、素晴らしい。いやデザインしたね。いや素晴らしい。完璧。クロスやっぱね、精度高。ブライトンのデブライネだな。ね、本当。でかいなこれは。でかい。それはでかい。ハンドだな。ハンドだ。それは。それはハンドだ。まあ目の前で見てるしね。いやうま過ぎ。うますぎ。うわ合ってる。え？クソあるやん。クソあるじゃん。何？めっちゃあるじゃん。いやマジか。いや。おいヘッキいた。おもろい。来た。いや。いやマジか。マジでペドロやばいってマジで。いやマジペドロうまい。ペドロありがとう本当に。この子天才すぎるわ。ちょっともうこれ21でしょ年。何度ありがとうって言ったことか。やっぱペドロなんよな。頭でも決めれんのか。これクロスよかったけどファンヘッケよかったね。ねヘッケがここで釣ってくれたんよ。この韓国人選手。そういやいかつ。マジでマジか。いや回転してる。いやなんなんマジで。能力高いよねペドロ。いやこれできんの。なんなんマジで。何おい出てグランド入ってる。デゼルグランド入っちゃって。デゼルビ熱々になってた今。湯気出てたもん。デゼルビチンされた。ちょっとペドロやばいな。いや絶対ペドロもう争奪戦じゃないの。本物やん。本物本物すぎるよさすがに。ペドロ多分マジえぐい移籍金残してくべねブライトンに。まあえぐい移籍金で取ってんだけどね。で50億だっけ。安いよ。いや安いよペドロ50億。50億安いよ。ヘッケここに顔出してるんだよね。ヘッケは偽センターバックなんだよ。点取っちゃおう。点取っちゃう。ヘッケもう取っちゃおう。ペドロもいるけど見えてるよ。素晴らしいヘッケ。いやちょっといや天才。この2人消えます。いやちょっといや完璧。もうあそこヘッケが外出して内側取った時点でもう勝負ありだね。勝負あり。ヘッケペドロ見えてたんだね。ここでさ内側取って出てくんだよ。振ってそのまんま。いやもう中見てたもん。そういやちょっとヘッケペドロは本当にね。いやヘッケの偽センターバックの才能えぐい。えぐいね。いやすごいわ。いやもうヘッケシティにいてもおかしくないもんマジで。ヘッケ多分シティっぽい本当に。細いストーンズちょっと尖らしたみたいな。わかるわかる。いやヘッケすごいな。完璧よ。でペドロ決めてんのやべえな。確かにマジで。そこでまたスプリントして大外からさ入ってくるのすごいよ。すごいわブライトンね。いやこんなことになるとはな。ね朝からだったね。すごいね。ちょっとこれはおもろいわ。おもろすぎる。ちょっと見どころ多すぎるってこれ。いやブライトンおもろいなやっぱり。こんな喜怒哀楽ある試合ないよ。いやほんとそうだね。小説やんこの1試合。ブライトン生ものすぎるね。本当に本当にその腐るけど、そう鮮度ある時もあるしみたいな。取れたての魚だもんな。取れたての魚みたいなサッカーしてるもん本当に。本当生き物みたいなことするもんね。すごい生ものだねブライトンは。本当毎回見ないとわかんないよね。そう予想つかないもん。いやでも三笘いなくてもさ確かに FA カップのしかも相手ストークシティでさ2400人来てることがやっぱそれ物語ってると思うよ。やっぱ面白いよブライトン。面白いよね。いやちょっとおもろいなやっぱり。またちょっと違うよね。そうだね。そのリバプールとかとは。そうだね。韓国人の選手うまかったね。うまかった。ストークシティうまかったよ。ストークシティうまかったよ。マジで全然普通にやられてたし。だからデゼルビが修正したのが良かったよね。エステペニアのワイドレーンにして。あそこがやっぱさ薬部モデルのワイドレーンがハマってなかったからそこエスペニアにしてっていうのが良かったね。いやヘッケの出ていく能力もすごいね。いやこれで明日リバプールでそしたらもう次アジアカップかね。いや今年面白すぎるねちょっと。ということでこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。